成田山横浜別院延命院は、神奈川県横浜市西区宮崎町にある新聞州、地山派の寺院。成田山新勝寺の横浜別院で、通称は、野毛山不動村、横浜成田山。成田山横浜別院は、1870年の横浜開港の頃、高島駅団で知られる、高島開門の協力により、大本山成田山新勝寺の横浜別院として、 混流された。新昇寺より文霊を誕生し、原南国品課長の不毛院境内に用配所を設立したことに始まる。1876年現在地に移り、成田山教会所と改める。その後、1893年成田山横浜別院、延命院となる。事号の延命院は、かつての七代目、市川段十郎が、天保の改革の際、江戸笑いを言い渡され、 しばらく居住した新勝寺境内にあった延命院のゆかりある事後を移したものである。本尊不動明王は元徳川家の秘蔵物であったが、元六年間成田山へ徳川家より累代祈願を懇願された際に賜ったもので、消防の作と伝わる。この境内地は高島海門およ及び新坂江港が寄進したもので、世界平和万民部落を祈願している。 2013年11月より、新本堂の建築のため水行堂が仮本堂となっていたが、2014年10月6日、台風18号による土砂崩れで一部が倒壊し、層が生き埋めになり死亡した。2015年新本堂が完成し、11月25日にいる、物資法要が営まれた。神奈川県横浜市西区宮崎町30無料。ありがとうございます。